巡航戦車は、第二次世界大戦時のイギリス軍における戦車の分類である。機動力が最優先され、その代償として防御力が犠牲となっていた。不評戦車の対概念の戦車。イギリス軍は、第一次世界大戦の戦訓から、戦車を不評戦車と巡航戦車に2分し、異なる役割を与えていた。 不評に随反して敵戦線を突破することが目的の不評戦車に求められたのは厚い走行と調合能力であったが機動力による突破や追撃が目的の巡航戦車に求められたのは速力であったそのため同時期の不評戦車よりも一回り軽量で走行は薄い代わりに高速であったドイツ軍戦車の火力装甲が強化されると対抗上 巡航戦車も火力、走行を強化した、いわば、重巡航戦車となり、これが、汎用的な主力戦車へと発展することとなった。しかし、その開発配備は常に、後手に回り、結局イギリス陸軍はアメリカから供与された、シャーマン中戦車を事実上の主戦力として、対独戦を戦うことになる。巡航戦車、MK-3 以降に影響を与えた。 クリスティ戦車はソ連軍では改良され BT として量産され発展していった。これはイギリスの巡航戦車と同じような目的で作られたがそもそもソ連軍の大演習で BT を観覧したイギリス軍将校が推進したのが巡航戦車である。なお戦後開発されたセンチュリオン、チーフテン、チャレンジャーといったイギリス主力戦車は頭文字が C は クルーザータンクの C で始まる名称をつけるという、巡航戦車の伝統を受け継いでいる。ありがとうございます。